沢井道久は、京都府京都市西京区出身の元プロ野球選手。京都から愛知、豊川港へ野球留学。地元の競合校に進学しなかったのは、甲子園には興味がなくプロを目指していたから、で、豊川高校に決めたのは、設備が充実していたからという。ちなみに、沢井が、震度の一つと考えていた、京都の学校は、 沢井の年代にはすべて甲子園出場を果たしている。東海理科に進んでからはフィールディングに優れたショートとして知られていた。都市対抗野球には補強選手で2年連続出場。その守備力と瞬速が評価され、2004年のドラフトで中日ドラゴンズに11巡目で指名され入団。 ルーキーイヤーの2005年春季キャンプで同期の鎌田刑事と5年目の土屋鉄平で累患のタイムを競い、それに勝利したためコーチに注目される。シーズンでは開幕から主にダイソーとして1軍で活躍。荒木正宏、井端宏和が負傷した際にはスタメンでも起用された。2006年からは外野も守れるようになり、貴重なユーティリティプレイヤーとして2軍では、 存在感を示した。ただし、この年は一軍昇格の機会はゼロだった。2007年はオープン戦から好調を維持し、開幕一軍メンバー入りを果たす。ただし、ルーキーの年と違うのは総力のみならず、打撃力にも期待されての抜擢である。その期待に応えるように3月30日のヤクルトとの開幕戦では、プロ入り初打点を挙げ、 荒木や中村のりひろが故障した際は変わって、スタメンに名を連ねることもあった。2008年は2軍スタートだったが、5月25日の大ソフトバンク戦でダイソーで起用され、高層類で勝ち越し点を入れ、チームの勝利に貢献。かつて背番号48をつけた井端と共に、初のお立ち台に上がった。しかし、2軍では好調だったが、1軍には定着できなかった。 2009年も前年に続き2軍スタートだったが、2軍で好成績を残し、1軍昇格。しかし、1軍では、代打でアンダーを打てぬまま再び2軍に降格した。2010年は一度も1軍に昇格することができず、日本シリーズ期間中の11月1日に、戦力外通告を受けた。本人は、現役続行を希望し、12球団、合同トライアウトを受験した。しかし、 獲得する球団はなく、現役引退を表明した。引退後は、少年野球のベースボールスクールポルテの指導員となった。所属は、リーフラス株式会社野球事業部。その後、中日に復帰し、野球振興部として、ドラゴンズベースボールアカデミー講師、ドラゴンズジュニアチームコーチを務めている。また、鳥海、ベースボールクラブで、 選手兼任コーチとしてプレーも継続した。現在、同チームにはコーチ専任で在籍している。ありがとうございます。